生きてるとすれば、その物事をなるべく両面から見ようとするっていうことですかね。なんか一つのことがあって、ある人はそれが正しいと思っても、他の人は違うって言いますよね。で、それをなるべくその両方あるっていうことを意識しながら書くようにはしてます。私自身その立場が変わったら言うことも変わるだろうなっていうのが分かるので、どれが自分っていうのはないですね。どれでもあのシチュエーションによってあり得る。でやっぱりこう進めたい派の人と慎重派の人って言って議論をしてるのを見ると、ああやっぱりそれはね、それぞれ立場が違うということ違うよねって、どっちが正しいってわけじゃなくて、やっぱりなんか落としどころって見つけていくしかないんだろうなっていう、っていうか何が正しいとかいうのって怖くないですか。なんか間違ってそうな、間違ってたらどうするんだろうっていう。でやっぱりそれはあの自分がない、自分とは違う考え方っていうのも理解、賛成するかどうかはともかく理解はしたいなと思いますよね。登場人物はなんて言うんでしょう、まあ、こんなストーリーをまずざっくりだと、なんとなくこんなイメージみたいなのを考えていくと、あ、じゃあやっぱ主人公はこういう人なのかな。いや、やっぱりだってその何かを真相を探り出すとか言ったら器用な人じゃちょっと無理だろうとかね。確かにそうですよね、はい、そうですよね、なんとなく主婦になっちゃったんですね、ちょっと厳しいですよね、これは。赤ちゃんが突然現れる話なんですけれども、あの主人公かなり嫌な人です。嫌な感じの主人公が出てくるミステリーって女性主人公であんまないかなと思って、いいかなと思ったんですけど、ちょっと嫌すぎたかもしれないけど、いや、その嫌なところを楽しんでほしいっていう。たまにこれモデル自分だって言われてすごい心外なんです、はい。